どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。あと忘れた細々とした情報がちょっとありますんで、サクサクっとね行きたいなと思うんですが、雪がね、雪が降ってる地域がございます。お写真ね、いただいたりもしましたね。僕がここからねお写真だけ見てるとすごく綺麗なんですが、気温も下がってます。それからね、あの道が滑りやすくなったりだとか、いろんなことがね、日常当たり前にねやってることができなくなったりとかしてると思います。まあね、あの雪がね、もう年中ね、その雪なんてね、雪なんか慣れてますよと、そういう地域の方もいらっしゃるとは思うんですが、くれぐれもね、お怪我など、気をつけてください。僕ここ福岡はね、あんまりあえて雪が積もることがあんまりないので、ちょっとねあれなんですが、くれぐれもね、あのいろんなこと、気をつけてください。昨日のインスタグラムでサクッと結んでみたりもしましたが、うちの母親からね LINE が、なんか母親なんかね、母親からの LINE がなんかちょっとシリーズ化してますけど、すいませんね、あのなんかお母さんの話結構好きですって方ね意外と多くて、すいませんね、母親から LINE がね、この写真に関して LINE が朝来ておりました。でね、開くとなんて書いてあったかというと、目がね出ますように、風さんがね、皆さんがね目が出ますようにっていう意味でやったんじゃないかなって私はそう解釈しましたよと、そういうご報告メールね、わざわざいただきました。母から息子へね、あのなんていうかな、まあ、シェアしていただけたら幸いですね。あのまあいろんな意味があると思うんですが、何かね意味があってやったんだと思いますが、母親から目が出ますようにと、まあ、そういうね投稿されてる方もいらっしゃるかもしれないんですが、うちの母親もそう言っておりました。はい、出ましたね。ちょっとストーリーの投稿なんで、写真は載せませんが、こういう文字が入ってましたね。ナウレコーディング来ましたね。楽しみです。もうとにかく楽しみです。待ちましょう。近々ね動きがあるんじゃないかなと、思っております。楽しみですね。待ちましょう。はい、それからですね、ちょっとこれも視聴者さんからいただいた情報です。以前にね千里さん、岡山時代の風さんと活動ねされていたプロのアーティストの方ですが、藤井風さんフューチャリングピアノで参加している、祈りそして願う、この曲が、なんかね僕見たことあります。あのメルカリで見たことあるんですが、値段がね高騰してます。なんかねどうなんだろうって思いつつ、それからね視聴者さんのいろんな方から情報をいただいておりました。千里さんのお母様のお店で販売してると、この CD がね、風さんものジャケットね、こうね、これですね、あのお店で売ってるんでそこで買えますよと、そういう話もありました。それから千里さん本人も、SNS 等で、あの公言してます。あのお母さんのお店で置いてますと、ここで風くんとセッションしましたって YouTube でもね本人が言ってたんで、これ言っていいと思うんですが、正規のね値段ここで千里さんから買えるという、ことなんですよね。で、あの視聴者さんからそういうお知らせをいただきました。ツイッターを開いてみました。そしたら千里さんの言葉でね、こういうのがちゃんとね、公式に出ております。まあね、その思いがあるからこっちで買ってください、正規の値段でねここで買えますよというお知らせ、いわゆるねそういうことなんですが、なんかね、あの CD 買うと送られてきた時にメッセージ付きで届いたと、視聴者さんからのそういうねコメントもいただいております。お写真付きでねご丁寧にいただきました。ありがとうございます。ちょっとお写真はちょっとねこれあの載せませんが、まあ、そういったことで、もしねこの CD 狙ってた方がもしいらっしゃったら、概要欄に貼ってます、千里ミュージックっていうね千里さんの、ホームページというか、まあ、ショップもねオンラインショップも入ってます。そこで CD も買えるようになってます。ひょっとしたら、こういう発信ねされてる方も多いかもしれません。藤井風さんのねファンの方、千里さんのファンの方が、やっぱこの CD 欲しいな、もっとこうかしら買っとこうかしらって方がね、ひょっとしたらねバッと増えるかもしれないんで、
もしね狙ってた方はねお早めに、概要欄に貼ってますね、ちさとミュージックと書いてますんで、よかったらそちらから CD ねチェックしてみてください。よろしくお願いしますね。昨日の動画、ザ・ファーストノエル、僕もねちょっとねわからないジャンルなんで少し調べたんですが、自分の言葉でうまく説明できない、全然ね自分が理解ができていなかった、あと自分の理解が浅いのでちょっと話すのが怖かったんで、ちょっと保留というか、もう少しね深掘りしてからちゃんと自分の言葉で話したいなとは思っていたんですが、コメントがね来るかなってちょっと思っていましたが、やはりねコメントいただきました。ご丁寧にねありがとうございます。いろんなねことが書いてありまして、ざっくりですよ、もうキリスト教の話なんで、あまりねその分からないことは偉そうにねここで語るのもどうかなと思うんですが、ざっくりといきますが、エピファニーっていうね言い方したり、トゥエルフスデイってトゥエルフスデイね12日目って言ったりもするみたいなんですが、キリスト教の祭日、ヨーロッパの方ではクリスマスが終わってもねこの1月6日、クリスマスから数えてトゥエルフスデイ12日目この日までは、クリスマスのねデコレーションなんかを飾りなんかをそのまま残しておくと、街の中はずっとねクリスマスムードが1月6日ぐらいまで続くと、この日までは、なんかそういう意味でそのキリスト教の祭日、ここの関係でずっとね街が変わらないと、僕ら日本人からしたらちょっと違和感がありますよね。クリスマス終わったの1月越してもクリスマスムードずっと変わらないと、そういうね意味があるみたいなんですね。そして藤井風さん、1月6日に、毎日がクリスマスやでっていうね投稿をされてたってことは、そうですね、あの方はやっぱ聖書を見てるんでしょうね、きっと。おそらくね神聖なる書物、聖書のことなんじゃないかなと思うんですが、キリスト教のお話です。キリスト教の祭日、この日まではクリスマスってことですよね、ざっくりと。こっから、クリスマスが終わね、本来のクリスマスが終わるこの日に藤井風さんが終わっちゃったけど、うちらはわしらはいつまでもねエビデンクリスマスやぜっていう投稿だったんだなと、そういうことがね理解できました。ちょっとざっくりですが、キリスト教の方、クリスチャンの方とか、キリスト教、詳しい方、そういうねお話詳しい方からするとちょっと物足りない情報かもしれませんが、僕のレベルで今僕が話せるレベルで今話しております、ご理解ねいただけたらなと思います。藤井風さんの投稿はそういう意味がございました。はい、やっぱりねその千里さんの話じゃないですが、ちょっと昨日も言いましたけどね、人生あゆえを愛ってことで、藤井風チーム、それから藤井さんが関わった人たち、関わったお仕事ね、音楽、こういうの全部やっぱね愛を感じます。今回のミッチャム感もそうです、千里さんの CD の件もそうですが、藤井風さんとね関わる、その値段が高騰してる、これ藤井風さんが関わってるからもちろん高騰してるわけなんで、千里さんがね自ら勇気を持って正規の金額でここで買えますから、メルカリで買う必要ないんですよっていうねことをわざわざツイッターで、お知らせしてくれております。愛ですよね、なんかねヘルプエバー、ハートネバー、これもちろんそうなんですが、やっぱそういうのね人に優しく、その人のために、僕いつも言ってますが穏やかに、そういうのをねやっぱ愛、ヘルプエバー、ハートネバーってことだと思うんですが、だからね自分の心もね、自分の心、大事にねしてほしい。お体気をつけてくださいねとかってよく言いますけど、体もそうですがね、心っていうのはね本当に気づかないうちに蝕んでいたりもします。いつもどこでもこういう風チームの方々、それから千里さんみたいにねこういうヘルプエバーハートネバー、このねチャンネル見てくださってる方々、このムードではいけない時もありますよね。全然ね本当に何でだろうっていう人たちもたくさんいるじゃないですかね、いろんな人がいます。なので僕たちもね、僕たちはやっぱ愛がある、人になりましょう。そしてやっぱり意識ね、そういう意識をするってこと、いつもやっぱ、こうやったらね人が嫌な思いしないかなとか、自分がこうねちょっとこう勇気を出して動くことで後々ね皆さんのお役に立つんじゃないかなとか、ちっちゃなことでいいんでちょっと意識をね、意識大事ですね。愛があれば
意識がねできます。愛の次に意識があると思うので、人生のあゆえを いはね意識大事です。まあね、自分のことで大変だと思います。自分のことももちろん、さっき言いましたが、自分の心も大事にしなきゃいけないんですが、まあ、そういった発信をしてるとね、自分の願いも叶ったりもします。これ僕ね自分で実体験ねしておりますんで、自分の心まず大事に、そして、ヘルペバハートネバ愛を持って意識するってことね、皆さんでしていけばね、世の中はきっと良くなるんじゃないかなと思います。こういうタイミングでね、こういう変化の年、変化の時に藤井香代さん現れておりますんで、そのねムードに乗った私たちもいいムードでいけるってことだと思うんで、そういうことでね、まあ、でナウレコーディングってね今ね出てきてましたから、本当楽しみです。またね一つ僕らを元気にねしてくれる音楽が増えるということで、世にね出てくれる、嬉しいですね。待ちましょう。はい、だらだらと話しましたがすいません。ワクワクすることを優先してください。そして違和感のあることはなるべくしないにいいならしないようにしましょう。例えばいつも言ってますが、誘われた、なんか乗らないんだよな、なんかこのために大事な時間使う、大事なお金を使うのはなんかちょっと違うんじゃないかなとね、ここに聞いてください。胸やお腹にね聞いてください。なんか違うと思ったら行くのやめてください。それは、あなたの人生にとって優先順位ね低いですから、そういうことをねなるべく省くってことをね、ちょっと徹底してやりましょう。僕もねやってます。それからワクワクすること、ワクワクすることだけをするってことはねなかなか難しいんですが、実際ね一人で生きてるわけじゃないんで、いろんな方と一緒に生きてるんで、ワクワクすることだけをするっていうのは難しいですが、順位をね上の方に持ってきてください。ワクワクすることを先に優先的に持っていく、そうすると自分のねさっき言ったように心も大切にするってことにつながると思います。それから違和感ねある人、違和感あること、違和感あるものに執着しない、それもやっぱ自分の心をね守るってことにもなると思いますんで、怖がらずに、立つ、断るってこともね大事じゃないかなと思います。まあ、藤井香代さんもねよく執着しないとかいろいろ言われてますが、本当そうだなって思います。ね、母親が言うにはね、これ、ね、目が出ますようにっていうね意味じゃないかしらってね、わざわざ息子にわざわざ LINE してきたぐらいなんて、まあ、なんかそういう意味でねいい意味で捉えて、皆さんもね、僕もそうです、皆さんも何かね少しインプルーブしていけるように、目が出るようにね、なったらいいなと思います。まあ、そんな意味も込めて毎日ね配信しておりますんで、ね、どうかよろしくお願いします。ここまで見てくださってる方でチャンネル登録まだの方がもしいらっしゃいましたら、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。